こんにちは、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はね、ちょっと雨が降ってきて天気が悪いので、ちょっとどんよりしてるので、タロットを占うのはどうかなと思ったんですけれども、ちょっとね、気になることがあったので占ってみたいと思います。10月1日から、MH さんが、やっていた、キンキーブーツという作品の舞台が始まっています。で、初日ですね、満員御礼という形でやっていまして、どうなんだろう、比較するのは失礼だと思いますし、ただまあ、やっぱりこうね、MH さんもずっとこう3回目のね、公演を楽しみにされていたということもあって、で、まあちょっとどういうふうにね、引き受けてくださった方々ね、で、S さんがですね、まあどういう思いで、この MH さんに対する思いですね、どういう思いでこのキンキーブーツを受け継いだのかなっていうのをちょっと占ってみたくて、それもちょっとやってみたいなと思ってたんですけど、前ちょっとキンキーブーツの占いをしたら、すごくなんかちょっと審査が時間がかかっちゃったんで、なんか嫌だなと思って、あげなかったことがあったんです。それについてもやっぱり、なんかファンが思ってるようなことだったのかなと思って、ちょっと、これあげるといろいろ問題かなと思ったんであげなかったんですけども、で、ツイッターのところで私もあげてるんですけど、なんかね、 T さんですね、一緒に主演をやってる T さんがこう後ろの方で映ってたりするんだけど、まあ彼がね、もう真ん中で映ってたりとかしてて、で MH さんがこうみんなと映ってる時は本当に後ろの方、まあ背が高かったからね、やっぱり私もそんなに背が低い方じゃないんですけど、あんまちっちゃい人がね、前の方に150センチぐらいの女の人とかいらっしゃると、まあどうぞどうぞ前の方どうぞっていう感じで、私も後ろの方に行く、まあそんなすごく背が高いわけじゃないんですけど、できるだけ後ろの方に行って、ちょっと顔がちっちゃく見えるようにやってるんですけれどもね、まあとそういうのもあるのかななんて思ったんですけど、まあね、今回ね、MH さんがやってきたキンキーブーツという舞台を、まあ、S さんが引き継いでやってくださって、で S さんが今回 MH さんに対するその気持ちっていうのをどういうふうに思ってるのかなと思ったので、占ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。
今日は簡単な方法でやってみたいと思います。まあ、今回は気持ちなんで、一番こっちがですね、結果ですね。こっちがアドバイスですね。ね。これはね、世界ですね、完成の逆位置ですね。まあこうぐるーっとね、回るっていうか、まあ、調和が取れてね、すごくこうゴールっていうか、そういうカードなんですね。もともとは最も、まあ、強運、太陽とか太陽のカードとか、私はちょっとね、枚数制限して、全部のカード使わないで占ってるんですけれども、大アルカナの中でも、まあ、強運というカードになります。まあ、今回3回目でキンキーブーツは完成というふうに聞いていまして、彼も、MH さんもすごくこの3回目を完成形にしたいとおっしゃっていました。ね、すごくこう1回目2回目とやってる中で、体作りはこうしようとか、まあ、この歌の方もね、熱心に勉強されて、まあ今回ボイストレーナーさんの本が出てますが、やっぱり高音の時にこう力むと、どうしても声が出にくくなったりするとか、そういうところもきちんと練習されて、筋肉をつけるっていうことによって声の出方が違ってくると、そういうふうなところもすごく勉強してて、で筋肉も今回は、ただ大きくするだけではなくて、まあ、おあのそのもっと理想形の体をっていうふうに、体を絞ったりとかいうこともされてました。まあね、S さんはね、時間がなかったっていうこともありますし、まあボイストレーニング自体が、今までそういうふうなことをしてなくて、初めてボイストレーニングにも挑戦したっていうこと、まあ舞台自体がね、長くやってらっしゃる方なので、何とも言えないんですけれども、私ちょっとS さんのことをあんまり知らないんですね。情報があまり分かってないので、S さんのファンの方にしてみれば、まあ、ミュージカル界としては、まあ、そう、業績も高くてしっかりされていらっしゃる方だっていうふうなことはご意見があると思うんですけれども、まあ、S さんについては私ちょっと情報が疎いものですから、その辺はご了承いただきたいと思います。まあ、結構ね、いいカードの逆位置なんですけど、本当だったら区切りがついて、まあ、すごく素晴らしい作品になっていたけれども、ちょっと、見に行った人とかから見れば、まあ、またプロの方とかから見れば、残念っていうか、まあ、時間もなかったっていうこともあるんですけど、残念な結果になっていて、まあ、1回目2回目とはまるで全然別の形にはなっていると思われます。なんかちょっとね、波動が違うっていうか、タイミングがちょっと違うっていうか、もうちょっと完成として目指すんであれば、もうちょっとの努力が必要、研究が必要。もし4回目とかのキンキーブーツをやるんであれば、かなりの準備が必要だと思われます。まあ今やめてしまうと、知り物し知り知りじまいっていうか、
未完成のまま終わってしまう可能性もあるので、まあ完成形を目指して今後もっていうんであれば、4回目5回目までやんないと、素晴らしい作品とは言えないと思います。物事にはいろいろ長い道のりがあります。完成するにはやっぱり何年も調節したりとか研究したりとか、そういうふうなことが必要なんですけれども、まだまだ、今回1回で、まあ、素晴らしいものと作り出すことはできなかったと見られます。で、やっぱり彼の作品、MS さんの作品を受け継ぐんじゃなくて、やっぱり S さんならではの作品を作りたいっていう風な形で今回の講演をしているということなので、それはそれで、まあ彼ならではの感性を持ってやっているので問題はないと思うんです。だからこれはもう研究ブーツは違うものとして考えていただけた方が、まあ双方ともにいいんではないかなと思います。ちょっとね、もうちょっとっていう風な感じで出てます。まあこれからね、見に行かれる方、まあどうなんですかね。T さんもですね、共演されてる T さんと S さんっていうのも仲がよろしいようなので、まあお互いにフォローし合いつつやるんでしょうけれども。ちょっと残念なカードが出てしまいました。アドバイスですね。やっぱり、よく出る助教皇ですね。神秘性知性とか神秘性とかになります。もう本当に分かれてます。彼の、ものと、MH さんのものと S さんのものはもう別物として彼は考えていて、彼に対する熱い思いとかはまずないです。ないと思われます。もう、冷静に、これは自分のいただいた役として、取り組んでいます。不可説な、なんか感情論で取り組んでるわけではないです。友情とかそういうのではなくて、自分の受けた仕事として、自分がやってるというふうなことが出ています。まあ彼のS さんの中でも、これは MH さんの真似をしようとかそういう気持ちはだからないですね。まあ、自分ができる範囲のことをやろうとか、そういうふうなことが見えます。陰と陽、影と光、もう本当に光と影、そしてなんかちょっとね、影に徹していようかなっていうふうな動きもあります。もう自分を光にしようっていう風な感じは見えないですね。あ、本当に、白黒をつけない賢明な態度ですね。まあちょっとね、そういう風だね、ちょっと本当に謙虚になってやっていく方が、まあ、今後の、研究ブーツの繁栄にはいいかなと思います。バランスを考えて、もうとにかく彼の中では、これはもう自分の役だからというふうに切り離してる。だから、MH さんと S さんの間は深いつながりはなく、まあ、うちに秘めたもの、お互いのうちに秘めたものが交わらない
交わらない。でもまあその、奪い取ってやろうとか、そういう気持ちはないっていうことですね。まあ、気持ちとしてはすごい、清らかなもので、だから、彼は彼、自分は自分っていうふうな、まあ、ちょっと、冷静に、知的的に、感情を働かせて考えてはいないっていうことですね。考えないでいった方がいいということですね。まあ、だから、まあ、あと、まあ、表向きは、どっちかというと、こう、やっぱりこう、彼の意思を引き継いでっていうふうな形にした方が、まあ、同情を受けたりとかもありますし、やっぱりこう、世間、日本人はね、こう、すごく、感情に左右されやすい、人種なので、やっぱりこう、ね、亡くなった友のために僕は立ち上がりますって言った方が、まあ、その方が、印象がよく映るんではないかなっていうのも、アドバイスで出てます。だからもう本当に、見に行った人も、それは彼の個性っていうか、彼のミュージカル、MH さんのは別のミュージカルというふうな感じで、もう見るしかないかなって思っています。やっぱりもう結構ね、クールな感じなんだしならって思いました。今回ね、やっぱり男性同士っていうのは、ね、やっぱりこう妬みとかも結構強い、女の人よりも逆に言ったら強いかなと思うことが、私も自分の中で、自分の私生活の中で、やっぱり会社の、男性社員同士がこうバチバチやってたりするのを、やっぱりこうね、家族とかね、こうまだお互いに家族がいない状況なんですけど、家族とか持ってたりとかすると、やっぱり世帯としての、一家の長としてのこう思いとかもあるので、やっぱり男っていうのは出世をしてなんぼとか、やっぱり自分の地位を高めることにしてなんぼっていうのが、やっぱりこう根本的にね、女性と男性とは違うので、その点ね、やっぱり、割り切ってますね、お互いにね、このカードの出方を見ると。しっかりもう冷静的に仕事としてやってるっていう感じで、も表向きはこう、何て言うかな、友への、思いからって言った方が、いいかなっていうのがありますね。でもまあね、チケットが本当に売れてたみたいなんで、皆さんね、一緒にやっていただけるね、スタッフの皆様、共演していただいた皆様も一生懸命頑張っていらっしゃるので、ぜひとも今回のね、ミュージカルを足を運んでいただいて、ね、見ていただくことがいいことかなと思います。ね、またチャンスがあればぜひね、見に行っていただけたらと思います。でもね、本当にね、私は思うにはですね、やっぱり MH さんの元気ブーツの、舞台の、まあ、DVD っていうね、円盤化をね、希望しておりまして、それを見れば、またファンとしても心がやっぱりこう形にしてもらえたっていうのがやっぱり嬉しいと思うんですよ。だからね、ぜひともね、ね、こういう、まあ、キンキーブーツのね、ブロードウェイの方ですね、映像が残ってないからちょっと難しいよっていうふうなお答えをいただいてるようなんですけれども、まあね、ぜひともね、まあ少しでもね、例えばもう一回こうデータを集めてですね、YouTube とかでも作っていただいて、画像を編集していただいて作っていただくことでも全然それでもいいと思いますので、
なんか少しでもかき集めでもいいので、ぜひともお願いしたいと思っております。ご視聴いただきましてありがとうございます。いかがだったでしょうか？なんかまだまだタロットも、もっと複雑な読み方とかもしてもいいんですけど、今回はね、そういうふうに簡単な2枚のカードで占うという方法でやってみました。ね、納得いかれない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、未熟な一号詐欺なので、その点は、心温かく見守っていただけたらと思っておりますので、よろしくご支援のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。番組登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いいたします。ぜひともキンキーブーツの舞台ですね、東京公演、大阪公演であるのかな。ぜひともね、よろしくお願いいたします。